はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日来ているお店もすでに後ろに見えておりますね。僕がですねこの2023年、もうトップレベルで動画でお世話になったんじゃないかなと思います。本日はこちら大食い御用達マサボーさんに訪れております。マサボーさんといえばね、僕はもうこの年内何回も来ておりまして、お寿司系からお肉系から揚げ物と、もう本当に多種多様にいろんな大食いをさせていただきました。本日ですね、撮影現在2023年の12月の4日ということで、おそらくですね年内このマサボーさんでの撮影は最後になるんじゃないかなと思います。で今回ですね、何食べるかと言いますと、大将のマサさんに LINE をしたところ、もう返信来た一言目が、今日はお任せでいいですかと、ご連絡いただきまして、そんなことをね言っていただいたらもうお任せでと言うしかないなと。でお店に着いてからですね、大将とお話をしたところ、今年ね2023年最後の動画になるから、もう食べてほしいものを全て載せたいとお話をしておりました。まあだいたい5キロぐらいで作ってくださいとお伝えしてるんだけれども、多分ね無理だと思います。僕もねできる限りいっぱい食べたいんですけれども、テイクアウトになったらすみません。まあとりあえずですね、このマサさんのお店の料理は全て美味しいので、今日もですねせっかく年内最後ですから、がっつりとしっかりと美味しく味わって楽しんでいこうと思います。ということで本日のねマサボーさん、もうすでに料理到着しております。半端じゃないです。もう一人宴会ですね。で一応ですね、重量的に言うと本日はおそらくの汁物等を含めまして9は超えてるという、多分です。多分じゃない、絶対完食できません。ただね、今日は本当に今年お世話になりましたと、よかったよありがとうって形で大将がねご好意を込めて作ってくださったので、無理にこう頑張って食べるのではなくね、食べれるものだけ食べて、持ち帰れるものはねしっかりと持ち帰りつつ、最後までね美味しくいただこうと思います。よっしゃ、早速いただきます。目の前に見えてます、まずご飯物、これはらこ飯ですね。ちなみに今回のこのはらこ飯のみで4キロはあるそうです。いただきます。うんまっ、あうまいな、最高これ、うん、もうこのねマサボーさんちの海鮮系はしっかりとね大将が市場まで行って新鮮なものを買ってる、まあ、そういったねうまい海鮮なんで、鮭とイクラ合わせても全然生臭くないですし、もうめちゃくちゃうまいです。ではせっかくなのでこの辺りでお肉系ね冷める前にいっちゃいましょうか。でこれがですね、低温調理で作られたステーキですかね。いやこの厚みすっげえ。じゃあちょっとこちらですね、ローストポークステーキいただきます。うまっ。お肉は柔らかいのはもちろんですけど、しっかりとねこれ最後表面焼き上げてまして、でニンニクと、で下味がこれうまいね。あ、ハンバーグいくか。これちょっとハンバーグめちゃくちゃでかいんですけど、1個で1.5 キロはあるそうです。このですねオムレツが大きすぎて伝わりにくいかもしれませんが、こっちのねフライものと比べてもらうと分かるかな。でかいっす。いただきます。うん、濃厚。このソースめちゃくちゃうまいじゃないですか。ありがとうございます。お肉もうまいし。スルスルいけちゃうぞ。うんまっ。
いけそうな気もするんだけど、まあ、重量聞いたら無理なんだろうな。うん、うわ最高にうめ。確かマサボーさん家では今年ね、大食い王決定戦ってあのテレビの番組の撮影が終わった後にガジュさんとね、こう一緒に撮った時に一品物とかではなくていろんなものをデカ盛りで、その時も8キロぐらいあったのかな、うん、と思う。そんなね動画もあったんですけれども、それより全然多いですよね今年撮ったマサボーさん家の動画の中でね、量、贅沢さともにナンバーワンのフルコースですね。こいつはすごいな。ちょっとこの辺りでせっかくですから生ものね早めにいただいちゃいましょうということで、まず牡蠣ですね。生牡蠣ちょっと今回ねこれが8個ありますね。贅沢。うん、冬の牡蠣はうまいね。クリーミーですわ。うん、ちょっと待って、はあ、今日もまた止まんない。うん、あまんない。この年内の最後のねマサボーさんちの撮影で、まあ、いろいろ何があるかなとか考えてたんですけど、お任せにしてよかったです。なんかもう一年の集大成というかね、一番贅沢な料理がいただきますんで、幸せだなこれ。本日ですね、贅沢に本マグロが仕入れてあるってことで、これやばいですね。本マグロか、うん、うわ甘油溶けこの身と身の間の筋でさえもう入れた瞬間じゅわっと溶けますね。赤身のうまみもあるし油おいしい。そうだなこれ。今年は最後ですけど、来年も何回も来るんでしょうねいろんなもん食いたくなっちゃうんだよな。このお店に来たらお任せがいいのかもな。大将は結構お客さんのね好みとかもしっかり覚えてたりとか、その人に合わせてねその時に仕入れてる旬なものとかやっぱおすすめしてくれるんですよ。皆様もですね、このマサボーさん来る時は大将にねお話聞いてから今日何がいいですかとか、そっからね注文決めた方が一番その日の美味しい食べ物いただけると思います。うまいな。すでに結構カメラ回しながらお話しながらね、量はそれなりに食べてると思うんですよ。2、3キロぐらいはね
でもまだここで3分の1に到達してるかしてないかってことなんでね、やばいですね、やばいですね。つまんじゃいますかこれね、うん、これね個人的に好きなんですよ。いつもデカ盛り作っていただくと脇にねぴょっと添えてあるやつなんですけど、じゃがいもが入ったあのコロッケなんですよ。もち芋っぽい感じ、なんか滑らかでねこれ美味しくて好きなんだよな。いや本当生ものでしょ、でお肉でしょ、フライでしょ、逃げるなさすぎるよね全部うまいのよ、うまっ、うまっ、やっぱりですね、こうデカ盛りを作るってなかなかこうお伝えした量だったりとかを作るのってすごく難しいと思うんですよ。1キロ2キロぐらいはねずれていくのって結構誤差の範疇というか、だからねお店さんから今日ちょっと増えたかもとかやっちゃったって言われることも多くて、正直な話マサさんちはねめちゃくちゃ好みなんですよ。僕の舌としては大好きで美味しいから、やっちゃったって言われた日はちょっとね嬉しい反面もあるんですよ。やっぱね好きな料理がね腹いっぱいになれるまでこう食えるっていうね、こんな幸せなことはないのでね、うん、もう絶対ここ皆さんにもねマスさんちの美味しい料理食べていただきたい。うん、じゃあこの辺りで本日最後の品ですね、まだ手つけてない白子ポン酢ちゃんでございます。白子なんてもうね冬場には最高ですから、溶けるな、溶けちゃう、うんうまっ、なーにこれ、甘い、クリーミー、最高でも改めてね、もう今年の2023年終わるからちょっと振り返ってみると、僕自身の動画のコンセプト的にはね、チャレンジメニューとかでねどんどんとこう映像的にびっくりするような新店をいっぱい出してっていうよりかは、自分の好きなお店さんをね何回も回らせていただいて、いろんなメニューを紹介してね、このお店行きたいなと思ってくれればいいなと一番思って活動しているので、何回もね、通うお店って多いんですけれども、多分その中でも今年一番通ったっすね。1ヶ月に1回か、相手も2ヶ月に1回ぐらいかそんだけ来ててもね本当にこう飽きないというか、もう毎回毎回一品が違いますし、もう年がら年中来てもね全然飽きないですうん
もう多分撮影始めて今40分ぐらいでして、一品一品ね、あのゆっくりできてたので、時間的に多分完成してから50分ぐらい経ってると思うんですけど、冷めてても全然柔らかいっていうか、ちょっと冷めたぐらいの方がデミグラスソース味際立ってね、いいっすね。いやー、まれに見るお腹いっぱい具合もう今日は絶対に持ち帰ります。なんとか早子飯以外は完食できそうですね。今ですね、ここら辺のおかずたちは全て完食させていただきました。ちょっとね、妻は残ってますが、残りね、これご飯物以外はあら汁のみということで、ちょっとね今回これは無理せずにね持ち帰りたいと思います。ということで、今年2023年最後のマサ坊さんでの撮影、ごちそうさまでした。いやー、本当に2023年今年はですね、マサ坊さんで何回も撮影をさせていただきまして、ここに来ちゃうとね、大食い動画の撮影でできる限りね喋らないように努力はするんですけれども、やっぱり好みなのでね、いつもベラ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 喋っちゃってね、こう皆様にね少しでもこのマサ坊さんちの良さを伝えれればと思いながら撮っちゃってるんですけれども、今日は特にまたね、喋りすぎたなと思います。今回のね動画だけではなくて、今までで撮ったこのマサ坊さんの動画の中でもいろいろとねこのお店の良さっていうのを語っておりますので、ぜひね時間がある方は過去の動画を見ていただいて、どんなメニューが食べたいかですとかね、事前にお決めしていただきながらも、当日ねお店に来たら大将にもお話を聞いてもらって、その時のね旬なものだったりとかおすすめなものぜひ食べてみてください。いやー、うまかったー。改めて、じゃあごちそうさまでしたということで、また次の動画でお会いしましょう。しっかりと持ち帰って食べさせていただきます。ごちそうさまでした。